ただいま安倍総理からご挨拶を賜りまして、辞任の意向を正式に伝えられました。体調が思わしくないということで、この折からコロナに対応する状況の中で、ご迷惑をかけないようなベターなタイミングが今しかないと判断して辞任を決断をいたしました。これまで本当にお世話になりました。これからもこの状況に鑑みてよろしくお願いします。そういうお話でありました。これから自民党として総裁選挙を行って次の総裁を選んでいきたいと、そこまで、でそれからのことは幹事長以下にお任せをしたいと、そういうお話でありました。これからも引き続き、与党として今のコロナの感染状況を乗り越えて社会活動、経済活動との両立を図り、また政治の安定のために努めていきたいと、こう私としてはね、そう決断をしております。今総理からお話のあったことについては、これから公明党の緊急の常任役員会を開いて我が党の幹部に伝えた上で、我が党としてのこれからの対応について検討したいと、このように思っています。